まあそのファンの人に分かりやすく、その知らない人に知ってもらって、競輪選手、それは公営競技の競輪において賞金を獲得するプロフェッショナルスポーツ選手であり、経済産業省管轄の国家資格取得者のことである。選手数は日本のプロフェッショナルスポーツとしては最大規模となる2300人程度に上っているようです。そんな競輪選手として生きた YouTuber の人生について取材した。彼の口から出てきた言葉から取材班はこう問いかけられているような気がした。本当にやりたいことなのになぜ最後までチャレンジしないの？自分としてはそこまで YouTube やるつもりはなかったんですけど、まあその彼のおかげで、まあ自分としてはスイッチが入ったと。実録ジャーナル。今回の主人公は鈴木博之さん。彼が競輪選手として歩んできた人生とは一体どんな人生なんでしょうか。じゃあ僕が入学したのは、19歳になる年だったんで、20歳になる年ですね。19歳で入って養成所で20歳を迎えたんですけど、まあ、養成所って今伊豆の修善寺にあるんですけど、静岡の周りに何にもなく山の上にあるんですけど、じゃあまずスケジュールから話しますね。タイムスケジュールは朝6時半に起床です。これは養成所にいる間曜日関係なく6時半にみんな起床します。男子選手とか男子も女子も、6時半に起床したら着替えと、布団をちゃんと畳むんですよね。角を揃えてきっちり。で、その布団の畳み方とかが悪いと後から呼び出される。今はないんですけど、僕らの時は市内とか叩かれるのが当たり前な時代だったんで、そういう学校の規律を守れない人は市内を食らうんですよね。起きてから10分で、その身支度、布団を畳んで、5分前行動なんですよね。養成所の自体が。6時45分から、点呼ですね。点呼があるんですけど、その点呼は男子女子一緒にやるんですけど、で、トレーニングできる格好に着替えてるんで、まあ僕らの時は、点呼やって、A 組 B 組に分かれてて、で、何班ってのがあって、で、班ごとに番号1、2、3、4とか、異常ありませんとか、そういう掛け声をして、で、その後に、完封摩擦と体操。気温0度未満の時だけ T シャツ着れるんですよ。今は多分違うと思うんですけど、で、その後に練成って言ったら走るんですよ。みんなで列を揃えながら。走って、その、点呼と、練成が終わりますね。で、その後、掃除です。朝食前まで。教室とか、施設の掃除ですね、みんなで。掃除したら、7時半からだったかな。朝食です。やっと朝食が食べれます。で、その後、9時からの家業ですね。午前中の学科に備えて準備をします。で、大体午後は訓練ですね。自転車に乗る訓練がほとんどだったんで、それを夕方ぐらいまでやります。で、それが終わったら入浴したりとか、あと食事があるんですけど、夕食ですね。昼食を挟んでからですね。で、夕方の入浴、夕食、で、その後、まあ、勉強する時間っていうか、自習時間っていうのがあって、まあ、その時間でこう、今日あった出来事とか、その、勉強したりとか、国家試験の資格も取らないと選手になれないんで、それを勉強して、で、7時45分から、1時間ほど、自由時間があります。自由時間があって、その時は別にトレーニングしても、お菓子食べても、まあ自由な時間なんですよ。テレビ見てもいいし。やっとその1日の中で自由時間がその1時間なんですね。電話もしてもいいし、その公衆電話なんですけど。はい。で、夜の9時から点呼をやって、夜10時に就寝するんですけど、その就寝までの時間も、まあ一応自由ですね。はい。といった流れが1日の流れですね。スケジュールとしては、こういったことがあれで、あと、辛かったことですね。辛かったことは本当にそのさっき6時半に起きるっていうのが毎日なんで、基本養成所は、日曜日が休みなんですよ。なので日曜日は訓練がないので、外出ちゃんと訓練を休まずに1週間、出続けた人は外出が認められるんですけど、休むと出れないんですよね。で、今は携帯電話持ち込みができるんですけど、日曜日の外出した時だけ使用できます。それ以外は使用できないです。辛かったことは朝起きることと、一人の時間がない。集団生活なんで。
あとは訓練自体はそんなに僕はしんどいと思わなかったんですけど、やっぱりもう養成所の中で、やっぱりもうその戦いが始まってるんで、もうプロになる前にも。やっぱその実力の世界でやっぱその勝ち負けするっていうのを最初にこう感じた部分なんで、朝起きるのと、その一人の時間がないっていうのと勝負をする、しないといけないっていうこの三つの部分が僕は養成所ではきつかったかなっていうふうに思います。まあ男女交際禁止はもちろんですね。今は男女養成所にいるんで、付き合いするのは当然ダメですし、頭髪のルールがちょっと変わってましてですね。頭髪は僕らの時は男子選手は全部坊主なんですけど、10年前からそのガールズ競輪っていうのが始まって、そこから少しずつちょっと頭髪のルールが変わって、男子選手はまあスポーツ狩り、女性はまあ肩にかかるかかからないかの長さだったらまあ一応 OK みたいな感じですね。で、教官は僕らの時は市内とか、厳しいこう自転車を持って立たされたりとかその罰則があったんですけど、今はそういうのがないですね。もう体罰になっちゃうんで、反省文を書かせるってのが今罰ですかね。それを1年間夏と冬以外は帰れないんで、入学がだいたい5月で卒業がだいたい3月の終わりか4月の頭ぐらいですかね。もう国家資格なんで、競輪選手って一応世の中出たら全然使えない資格なんですけど、国家資格に合格して、で、養成所の卒業認定ってあるんですよ。卒業認定受からないと、養成所も卒業できないし、競輪選手もなれないし、っていう試験に合格するために、1年間養成所で、こう、皆さん訓練とか、学科で勉強したりとか、競輪選手に必要な知識を、勉強して、生活していきますね。サラリーマンのように、60歳まで選手として働くのは難しいスポーツ選手。競輪業界の引退後の人生はどうなるのか、そのことについて聞いてみることにした。まあ実際引退してみて、特に競輪選手だけじゃなくて、他のプロスポーツ、多分全部に言えることなんですけど、引退した後ってやっぱセカンドキャリアってすごい難しいと思うんですよね。野球でもサッカーでも、まあ今だったらバスケットもありますし、日本でプロスポーツ選手っていう方たくさんいると思うんですけど、辞めた後って本当にもうそのままいきなりこう世間にこう放り出されるイメージなんですけど、僕としては。で、その現役中に築き上げた、まあ、実績だったり、キャリアを活かせる場所に就職できれば一番いいんですよね。で、例えばその自分が関わってきた、その業界残って、まあ、その関係する企業とかに入れればまだいいんですけど、ほとんどの選手が、まあ、普通にこう一般の企業に就職したりとか、あとは自分で個人事業主として、起業したりとかする方が多くて、その、競輪の業界と関係ないところに仕事をしている人だと、一般的にこう、サラリーマンというか、会社員だったりとかされてる方は、タクシーの運転手とか、あとトラックの運転手だったりとか、あまりこう、なんていうんですかね、難しいスキルが必要がない。でも、肉体労働だったりとか、すごくこう、体力が必要な仕事をする方が結構多いですね。あとは個人事業主で、自分で起業してやられる方だと、まあ、現役中にこう、怪我をされて、自分が辛い思いをした人とかだと治療家だったりとか、接骨院の先生になったりとか、まああとはあれですね、居酒屋とか飲食店をやる方が多いですね。ラーメン屋さんとか、はい、っていう方が多いかね、結構。年齢もありますね。多分40過ぎちゃうと、特に一般企業だと採用してもらうのが本当に難しいと思うんですね。なので僕の競輪チャンネルの方でも動画を上げさせてもらったことがあるんですけど、やっぱりその現役中ってなかなかその次のことって考えながらやるのって難しいと思うんですよね。だけどやっぱりその準備だけ、やらなくてもいいんですけど、一応、何かスキルアップしたりとか、その自分で勉強したりとか、その次のためのその準備だけはしておくと、今の現役の生活のそのレースとか、その選手生活の部分ですごい役立つとは思いますね。やっぱり競輪って駆け引きだったりとか、その頭を使う部分もあるんで、その考察力とか、そういった部分にもすごく役立つとは思うんで、ひょっとしたら自分がこう全く興味がなかった、すごい自分がすごい得意なこととか好きなこととか楽しいなって思えることが、ひょっとしたら見つかるかもしれないんで、嫌なことはやらなくてもいいと思うんですけど、まあやりたいことがないとか、特に情報が少なかったりとか、僕も実際情報が少なくて困った時もあったんで、現役の時に。なので、準備だけ、そのセカンドキャリアとか、まあ今のデュアルキャリアをやりながら起業してる方もいらっしゃるんですけど、副業ができるので、競輪選手は。まあそういった自分のことをちゃんとブランディングしてやれてる選手はいいんですけど、ほとんどの人がやっぱその情報を知らない、世の中を知らない、
競輪の業界って本当にすごいコアな世界なんで、なかなかこう、そういうことができない選手が多くて、実際いざ自分が辞めることになった時に、すごく大変な思いをされている方が大半ですね。現在 YouTube をやってるんですけど、始めたのが2020年の3月終わりぐらいですかね。なので、まあ1年ちょっと経つんですけど、始めたきっかけとしては、まあ今、20歳の若くて優秀なスタッフと2人で、一緒にやってるんですけど、まあその、彼と偶然、知り合いのお店で出会ったのがきっかけで、まあ YouTube やりましょう。どうですかみたいな。話で、そんなになんだろうな、自分としては、そこまで YouTube やるつもりはなかったんですけど、まあその彼のおかげで、まあ自分としては、スイッチが入ったと。でも、やり方が全然わかんないんで、まあほとんど、その、スタッフが、プロデュースとか、リサーチしたりとか、といったら、再生数とか登録者数が伸びるかなとか、動画の編集もそうなんですけど、まあサムネイルから、YouTube の、ルールとか、いろんなことを、まあ、勉強してもらってて、だそれがすごく僕にはすごくありがたく、こう、助かってる部分ではあるんですけど、で、その、まあ、その競輪チャンネルをやってて、まあ、元選手としてのキャリアを生かしたいっていうのもあるし、まずはやっぱり、その、競輪を知らない人がほとんどなんで、競輪をまず知ってもらう。次に、知ってもらったら次、レースを見てもらう。でも、公営競技の中で競輪って、すごく、とっかかりにくいんですよね。まあ、なぜかというと、まあ、ルールとか、レースの見方とか、あと、わからないことだけなんですよね。なんか、それをせっかくしてもらったのに、すごく楽しくて面白いものなのに、わからないんで、それをなるべくわかりやすく、ルールとか、なんでこれが、例えば失格が、なんでダメなんだとか、まあ、そのファンの人にわかりやすく、その、知らない人に知ってもらって、レースを見てもらって、喜んでもらうっていうのが、まず視聴者、まあ、ファンの方に向けて、やっぱりその、競輪の良さを知ってもらう。で、もちろん自分に対してもファンになってもらう。で、そのファンになってもらった人が、まあ、このチャンネル見てよかったなとか、競輪知ることができてよかったとか、あとはまあ、大きな国で言うと、まあ、自転車のことをいろいろ、自分としてはその、日本の自転車の文化っていうのが、やっぱりこう、海外とかに比べると、だいぶ遅れてるんで、まあ、ゆくゆくちょっとサブチャンネルでも自転車のチャンネルをやりたいと思ってるんですけど、自転車を、まあ、メジャーにしたい。競技でもやっぱりその、だいぶ海外の選手とかと戦えるぐらいまでレベルが上がってきたんですけど、全然認知されてないんで、まあ、その競輪もそうですし、まあ、自転車自体もメジャーなものにしていきたいなという思いで、YouTube チャンネルをやってます。じゃあまずこれから競輪選手を目指す方ですね。自転車っていうのは、いろんなスポーツあると思うんですけど、その、せっかくそのスポーツに打ち込んできて、一生懸命やってきて、結果を出してきて、それなりのキャリアがあるのに、例えば、レスリングとか、プロってないじゃないですか。でも、そのプロの競技がないものでも、自転車っていうのは、そのやってきたスポーツ競技が活かしやすいですよね。特に競輪とか自転車競技っていうのは。なので、せっかくやってきたのに頑張ってきて時間もかけて大変な思いしてきたのに、そのキャリアを、自転車競技とか競輪でも活かせるんで、就職するからもう競技が諦めるとか、せっかくキャリアを作ってきたのに活かせないのはもったいないなっていうふうに思うんで、その自分が築き上げてきたキャリアを、まあ、また種目は変わってしまうんですけど、自転車っていうのは、そういった自分がやってきた他のスポーツ競技でも活かしやすい競技なんで、またそのプロとして活躍できると僕は思っていますんで、まあ今まだ小学生とか中学生とかまだ学生の皆さんでも自分がやってきたことを自転車に乗り換えて、まあプロの選手としてそれで生活したりとかキャリアを築くってこともできるんで、まあもしその競技を続けたいのに就職とか進学を機に辞めないといけないっていうふうに思ってる方がいれば、ぜひチャレンジしてみることは絶対にいいと思うんで、自分の人生を豊かにするためにも、ぜひチャレンジしてほしいなというふうに思います。それからファンの方に向けてなんですけど、なかなかこう、自転車って日本では認知が低いんですよね。僕としては車も自転車も歩行者も、みんな同じだと思うんですけど、どうしても車社会なんで、車の方が若干こう、立場が上のような感じするんですけど、まあ、普段一般の方で自転車乗られてる方から、まあ、サイクリングされてる方、競技としてやられてる方、プロとしてやられてる方もたくさんいるんですけど、
自転車ってあんまりジャンルを問わず楽しめるものだと思うんで、まあその中に僕は YouTube チャンネルとして競輪をやってるんですけど、まあぜひね、競輪をまだ知らない方がほとんどだと思うんで、ぜひ一回競輪っていうものを知ってもらって、レースを見てもらってですね、熱いこう熱量とかエネルギーって皆さん多分持ってらっしゃると思うんで、まあそういったものをね、すごくレースを見たりするとすごく興奮して、感動したりとか、熱くなれるものがあると思うんで、ぜひ、競輪の方を見ていただければと。一人でも多くの人に競輪を知ってもらいたい。そして、日本の自転車文化をもっとメジャーにしたい。鈴木さんの YouTube 活動の原動力はここにある。選手生活を終えてもなお、彼の競輪に対する熱意を強く感じることができた。